皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀一です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、振り飛車穴熊対トーチカミレニアムというね対抗型に進みました。今回の対局はですね、終盤私の穴熊に相手の方がですね8攻めを仕掛けまして、手筋あたりを重点的にね今回解説していきたいと思いますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を解説していきたいと思います。本局私が後手番だったのでね、上が私となりますね。先手が相手の方で7六歩3四歩、2六歩、4四歩とね、今回私ね振り飛車穴熊を目指しました。で、2五歩3三角4八銀に3二銀、そして、5八金右と。叩き出して4二飛車、まずこれでね四間飛車ですね。はい、で6八玉6二玉と、7八玉に7二玉とね、美濃囲いですとこれ7二銀だから美濃囲いの将棋なんですが、本局は穴熊ということでね、どんどん王様を移動させていきます。で、9六歩、ここのね9六歩が分岐点で、先手の方もねここですぐ7七角と上がってね、穴熊を目指すようなところもね、そうすると相穴熊といった戦型がね、予想されましたがね、実戦は9六歩だったので、4三銀と私上がりまして、5六歩に8二玉と、もちろん穴熊ね振り飛車穴熊するのに9六に受けてもねいいんですけれども、やはり一手受けると穴熊っていうのは手数がかかる囲いですので、一手受ける分を自分のね穴熊の完成に回した方がね比較的安全に穴熊には組めますね。はい。で、ここで9五歩と相手の方を伸ばしました。そして私は9二香とね上がりました。これでね振り飛車穴熊というね、四間飛車穴熊とも言いますけどね、囲いが、戦型が確定しました。で、これでね先手の方の対応ですよね。今先手の方ももう歩を2歩ね2手突き越したので、穴熊にするんでしたらね先手の方も同じ理屈ですよね。私が8を受けなかったのと同じように、先手もねもしこれで穴熊を目指すんであればこの2手をね穴熊を囲う手に回した方がいいので、少し穴熊はなさそうなんですけれども、もちろんここからね銀冠ぶりとか考えられたと思います。実際はね6六角と、非常に近年ね対穴熊ではなくてもこう6六角と上がって7七桂と飛ぶというね、トーチカあるいはミレニアムと言われるね囲いが非常に流行してますね。で6六角と上がったことで、次のね7七桂からいつでもね穴熊の端攻めをしようというのがこの作戦の狙いとなります。で6六角に対して私5四銀とね一見ねこう銀出てすぐ角いじめられればね簡単なんですけど、ここに7七桂がねぴったりとした受け方で、6五銀を許さなければこの角はねなかなか、私の方としてもねいじめたいんですけれどもなかなか狙いにくいところですね。はい。で、6四歩と、プレッシャーをかけたんですが8八銀と上がりましてね。で、9一玉と、6五歩を突くのは権利なんですけど、6五と突いてもね角を引かれた、あるいは上がられて引かれた後にねこれ以上の手がないので、私の方としても、場合によっては桂馬が移動したら銀がいけるようなね含みを残して。6五歩をあえて突かずに9九9一玉と囲っていきます。で、6八金と寄りまして、8二銀に8九玉と、そして7四歩に7九金とね、この辺り囲い合いですね。7一金、7八金、そして5二金と、これがね、ミレニアムトーチカと言われる形で、穴熊に来られて王様が1個寄ってるんですが、そのね移動してる桂馬ねこういつでも8五桂から8攻めができるというのは繰り返しになるんですけれども、このトーチカ囲いの狙い筋となります。ただしすぐにこう飛んでしまうと後手からこうね7六を銀と狙われてしまうので、先手の方もね、この手を切り札に見せつつ、駒組みをねどこかで桂を飛んでいくよっていう形にね進めていくということになりますね。で実際5九銀とさらに固めにね、この銀がちょっと不安定ですのでさらにこっちの守りに使うという構想ですね。はい。で7五桂に対して私3二飛車、私の方としてはねこの8五桂がいつでも来ることを念頭に置いた駒組みをする必要がありますね。ただこう4五歩とねシンプルに突くのであるとさすがに角交換して2四歩とねさられてしまうので、穴熊を囲ってね、6二金7二金という指し方もあるところですけれども、本局はね飛車を寄ってこの飛車角を少しほぐしにいく狙いですね。具体的に言うと3五歩と突いて、石田流のような格好ですねを目指しました。で3二飛車に対して相手の方もすかさずね5七角と動いて、3五歩をね阻止してきたんですけれども、私はそこで4五歩とこの歩を伸ばします。まあ、この辺駆け引きですよね。飛車を寄らずにこう突くと角交換になってしまうので、飛車を寄って3五歩を見せて角を引かせて4五歩と突くというね、まあ、テクニックになります。で、相手の方は6八銀と上がったんですが、これで3五歩と。これなんかいかにもタダなんですけど、これをね取ってくれると一番まあ振り飛車側としてはありがたくて、7七角成とねこう端攻めを狙っていた桂馬を食いちぎってしまって、同銀に3五飛車と取ればね、これはまあ振り飛車で大成功ですね。まあ、桂馬の脅威もなくなりますしね。ですのでまあ3五角と相手方取ることはできません。で、1六歩とね相手の方はすみません、ここで。まあ余裕様子を見たってですね。で1四歩に2六飛車と、まあ、この1六を突かないでいるとね、1五1五角という手が嫌な手なので、まあ、1六歩と突いてね一回1五歩消したわけですね。で2六飛車に対して6二金と左とね寄ったとこですね。さあ、まあ、ここからね、まあ、実戦は戦いが起こるんですけれども、まあこう駒組みが進んでね、まあ、先手側の狙いで言いますと、やはりまあどこかで8五桂を飛びたいんですよね。ただしいきなり8五桂ですと繰り返しなんですけど6五銀のような手で、まあ、いくらね白桂香が狙ってるといっても後手の角もこう効いてますし、次7六銀と出てくるとね、まあ、自分のね陣形を無傷で済まないんですよね。ですので、まあ、ただ桂馬を飛ぶだけではなかなかね穴熊は崩せません。ですので先手の方としては、例えばこちら側でね、まあ、ある程度、まあ、4何歩か、まあ、まあ仮にもらったとして、もらった段階で。まあ9四歩同歩、まあ歩を持ってれば9三歩というね、こう勢いをつけて、まあ、攻めていきたいんですよね。なので先手番のイメージとしては穴熊に対して端攻めを用意しておいて、こちら側で駒を入手して使えていきたいというのが一つの狙いです。でもう一つね、本局相手の方がやってきたのは、まあもうほんと一番シンプルですよね。このままの状態で飛車角相交換になって最後端攻めで勝ってしまおうっていうプランがもう一個あるんですね。で実は6六角だったので、まあ、そちらのプランですね。まあもう一個のプラン、最初の当初のプラン、もう一個のね最初の歩を入手して端攻めのプランでしたら3六歩という手が有力でした。まあこの手がね一番私の方としては警戒していた手で、3五角ですと角を切ってねよしなんですけど、3六歩と突かれて次取られちゃうと嫌なんでね、例えば同歩ですと同飛車と取られて、これね7七角成といけそうなんですけど、こう7七角成といくと飛車の方取られて飛び上がっちゃいますね。これは大失敗になっちゃうので7七角成の切り札が利かないんですよね。でですね、先ほど言ったようにこちら側で歩を何歩か持ってどこかで9四歩というねプランに近づくわけですよね。ですので私はこの展開をね一番警戒してました。ただ、まあ、実際のところはどうでしょうか。3六歩に対して例えば4六歩というような手筋がありますかね。まあ、これは歩を取れば歩を成ると。で同歩であれば、まあ、例えば4四角というような手で、ね、角道が止まることによって3五歩なら同飛車、2四歩なら3六歩というようなね、まあ指し方が考えられましたかね。あるいは同角と取ってくればそこで3六歩と取るとね、同飛車ですと4五銀という手で飛車角両取りがかかるということで、まあ4六歩という手筋があるので、まあそれねいきなり3六歩と突かれてね振り飛車が悪くなるということはないんですが、ただ最初ね言わせていただいているように、ここの方で歩を取って端攻めというのは一番振り飛車穴としては避けないといけない展開なので警戒してました。まあ、実際は6六角という、まあ、一番強気な手ですね。これですとねもう角交換を防げないので同角と取ることしかないです。で同歩で、これはただの角交換ではなくて、この角交換が発生したことによっても2四歩のねまあ攻めがあるわけですね。これで角交換できて、じゃあやれやれじゃあゆっくり指そうかってわけにいかない局面ですね。なので振り飛車も3六歩と私どもね動きました。まあここがね、まあ、難しいところでしたね。実戦は2四歩だったんですけど同飛車もあったと思います。同飛車ね、同飛車同歩と。でこの交換ですとこの時に、振り飛車の手番になるので、ね、私がね先に飛車を打つことになりますね。で先に飛車をまあまあどっちか打てると良さそうなんですけど、飛車を打った後に先ほど相手ね言ったようにこの一歩持った飛車一段飛車で、まあこうですね、こういう形になった時に一段飛車プラス端攻めでねどちらが厳しいかという勝負になるわけですね。まあ、実戦は3六歩に対して、あそうこれ同歩ですとね飛車がさばきにくいので4八角みたいな手で、この展開は振り飛車がね飛車がいじめられそうなんで良さそうですね。実戦は3六歩に2四歩だったので、これはね3七歩成となって、まあ、勢いね2三歩成となってこれで飛車取りなので3六飛車、まあ、これ辺結構一本道の手順なんですけど、で同飛車同ととなった時に先ほどね飛車角交換同飛車3六同飛車投じた変化に比べて一手違うんですね。これで振り飛車居飛車の手番なんですね。なのでまあ一手違えば先ほどの変化よりね居飛車が得したじゃないかと思われる方いるかもしれないですけど、問題はこのと金ですよね。このと金の存在が大きくて、実際ここで3一飛車と居飛車が先着できるんですけど、4七とと入る手が、まあ、非常にねこれ着実な攻めがねもうあるんですね。次5八とからね。でここからがまあ本局において、まあ、一番の見どころのね、まあ、スピード勝負ですよね。ここはスピード勝負8五桂と飛びまして5八とに7七銀と。さあここでね振り飛車側の方針が問われますね。まあ、と金が攻めてはすごく着実なので、まあこうなんですかね、いずれこの金と交換できそうなんですね。まあ、実戦もこう5九飛車と、打ったんですけれども、4九飛車と打ったんですけど、問題なのはこの一段飛車プラス桂香の8攻めがどれぐらい厳しいかというのを考えとかないといけないんですよね。まあこの穴熊が、まあ、一番受けばこういう格好でしたらねもう万全ですので、何も考えずこう飛車打ってね攻めてしまえば安泰なんですけど、穴熊といえどもこう若干こうなんですか、これ離れてるんですよね。この部分がちょっと弱点としてあるので、まあ、ここでね、まあ、実戦で必ず相手の攻めがどれぐらい来るのかって考えてから指さないといけないですね。なんとなく飛車を打ってからね攻められてしまう。だから例えば受けるんであれば7二金寄りのような手もあるんですよね。まあこれをすることによって一気にね金銀の密集度が増すんで硬くなるんですが、ただ4四角のような手がねちょっと嫌なんですね。まあ、これちょっと変な手に見えるんですけど、ここになる手が結構まあ厳しい手でして、銀取りと今補強した金でこれね非常に厳しい位置なんですね。でこの角に対して例えば金が寄って受けるんじゃ何やってるか分かんないのでね、なので私が今このね実戦でこれちょっと長考したと思うんですけど、まあ、金を寄ってしまうと4角でかえって忙しくなるかもしれないということで4九飛車の攻め合いを選んだということですね。で先手の方から見るともう4九飛車取ったら次もう6九とか絶対にこう金と変わる形、そしてと金での攻めっていうのはまあ手を入れてね一生懸命受けても手に入るのは不なんですよね。なのでもうなんですかね、受けても得にならない、まあ、例えばこうね寄ったりして受けても損になるだけなので、もう先手の方ももうブレーキをね踏むわけにいかないということで9四歩と攻めると、まあ、結構こうなんていうんですかね一直線の攻め合いですよね。で同歩に9三歩と、まあこの時に金がくっついてるとね、まあ、銀が動きやすいんですけど、銀が動くと金取られちゃうっていうのがね痛いとこですね。で同香と取りました。これ同桂と取りますとね9筋4香という手がまあありそうなんですよね。で桂馬を取ると9三歩と打つ手がありまして、まあ、先手の方も痛むんでねこれもまあ際どい勝負だと思うんですが、銀がね繰り返すんですが銀が動くと金取られちゃうんですよね。なので同香同香成となられて、まあこれがどうかですよね。まあ、先手の王様はまだつまらそうですし、次ね7一飛車ないから同銀に頭金の筋があるんでね、まあ、結構これやはり厳しいということで実戦は9三歩に同香と取りました。で同桂成に同桂と、やはり銀で取れないのがねまあちょっと私の方としては不満なんですが、まあこれでね歩がなくなったのが大きいですね。これもし歩がありますと9二歩と打つ手が手筋なんですね。これぜひ覚えていただきたいです。こういう局面ねよくあると思うんですけど、もしこれ歩があると9二歩と打つ手がねこれ絶対逃してはいけないようなほどね大事な手でして、この王手を打つことによって玉を寄っても取っても香車を走った時に受けにくくなるんですね。ただ実戦は歩がなかったので、まあ、香車を打つわけにいかないんでね、まあ、9四香と、まあ、先手が走ったんですが9二歩とねここに歩が打ってるのがね大きいんですね。これもし9二歩とってこう同玉と露出してるとねこれ非常に受けにくいです。桂馬の頭も丸くてその後ろに王様がいてしまうのでかなり響くんですが、ここに歩が打てると結構持つ形なんですね。ですのでこのたかが一歩なんですけど、この一歩の違い9二に歩打つ歩がなかったのがね結構受けやすくなってるんですね。で5一角と打ってきました。これ非常に鋭い手ですね。次6二角成とねやってくる手と、まあ、金が寄って受かればいいんですけれども7三香という手があるんですね。これ厳しい手で同銀でもこう角を成ると、まあ、一気に飛車が利いてきてね寄り形となります。ですのでこの5一角取ってきた手に私は8一桂と飛車の横行きをね桂馬で補強しながら受けました。で穴熊の再生ですね、形をしました。で、先手の方は、すいません、ここで、9九香と一回打ったんですね。9九香と打ちまして、そして7二金と。どうですかね、これやはり王様がこう出てると、これ非常に繰り返しなんですけど受けにくいんですね。ここに歩が打ててるんで、なんか穴熊がね再生できてるのがこうなってるのお分かりいただけるかなと思います。実戦は2一飛車成と取ったんですが、まあ、このようにね駒を取って来られた時はもう攻め合うしかないですね。実戦の時も言ったんですけど、こう戦力を補強された手に対して例えば何かねこうとか受けてると得した駒でね、例えば桂とか攻められてとね受けにならないんです、受けにならないんですね。ですので戦力を補強されたらもう攻め合いのタイミングですね。4九とと6九とと攻め合いました。そして8五桂とね、まあ、打ちまして、まあ一直線の攻め合いですよね。まあ、同桂ですと9二香成でね受けがなくなるんですが、私もここで4六角と、攻め合いまして、さあこれでねどうなるかですね。まあここの地点のね攻防です。9三香成、同歩同香成同桂と、そして同桂成と。でここで一回ね7九とと取りました。この金をね受けに使おうということですね。で同銀に9三銀と取りまして、この時にね7三角成という手が実はまあ狙いとしてありまして、同金7一竜っていう筋があるんですけど、この時にね今金を取っておけばここで金が打てるということですね。金が打てないとちょっと弾けないので、なので先に金を取っておいたということです。実戦は、まあ、7三角成がね引かないということで8五桂と、まあ、打ちました。まあ、この手がね詰めろかどうか、まあ、私もね飛車角がこうかなり睨んでいるのですぐ先手の王様は詰まないんですけれども、詰めろがかかるんですよね。で詰めろをかけた時に自分の王様は詰むか詰まないかっていうのがとっても大事なとこで、まあ、一回8二銀と引きました。でね桂馬と歩3枚なので、例えば9三歩と打つとね非常に怖い格好なんですけど、これですとね桂馬なので次詰みがないので、まあ、実戦のように9七歩と打って、まあ、攻め合い勝ちと。まあ、9二歩とね叩く手もあるんですけど、これもね8一玉と寄って、まあ、駒がねちょっと足らなそうな感じもありますね。駒がやはり桂なのでね香車があるといいんですけれども、まあ、実戦は9四桂と打ってね、まあ、部分的には厳しい攻めなんですけれども、その瞬間に9七歩と、まあ、打ち返してね、この局面で相手の方の投了となりました。まあこれねいきなり投了に読まれるかもしれませんけれども、まあ、先手の方はね今言ったように飛車角と歩でもう次9八金の詰めろなんですね。でこの金打ちを詰めろを受けるとしたら9九歩という手があるんですけど、歩を受けても、まあ、9六香のような手で、まあ、受けがもうね挟撃態勢受けがないんですね。そして後手の方の形にねこの局面で、まあ、詰みがあればいいんですけれども、8二桂成となっても同金に寄ると取れるとねこの角が、まあ、移動すれば竜が使えるんですけれども、王手でね移動する形にならないので、詰みがないということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。まあ、この将棋はね特に終盤の端をめぐる攻防が一番ね難しいところでしたね。まあ、端攻めというのはね歩をよく使って、まあ、お互いに桂香のやり取りが行われるんですけれども、まあ、その対応の仕方一つでね受けやすくなったり、あるいはいっぺんに受けがなくなったりする時もあるのでね、繊細な対応が求められるところですね。そういったあたりを参考にしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。